50周年アニバーサリー企画として、ジョン・マンディニュープロジェクト第3弾、予約販売がいよいよ明日からスタートしていきます。本日はですね、こちらジーンズファクトリー卸団地本店の、このメンズフロアから、スペシャルゲストをお招きいたしまして、インスタライブを配信させていただきます。それではですね、ゲストをご紹介させていただきます。ベルベル人、藤原豊さんです。はい、よろしくお願いします。こんばんは。ウェアハウスさんの、藤木さんです。ウェアハウスの藤木です。よろしくお願いします。メンズバイヤーであります西村さん、お願いします。お願いします。明日、販売、予約販売という形になるんですけれども、少しこちらの予約販売について少しお話しさせていただきます。予約販売店舗、に関してはですね、まず、東大シリーズ観光協会さん、ジョンマン資料館、になります。それとウェアハウスさん各店舗、ベルベルジーで、ジーンズファクトリーの、高知では卸団地本店、香川では高松店、徳島では徳島店、広島では宇品店、そして、ジーンズファクトリーオンラインショップ、の5店舗で、販売いたします。こちらですね、それぞれ店舗で予約販売方法異なりますので、オフィシャルサイト等をご確認いただくか、お電話に、ね、お問い合わせいただけたらと思います。それではですね、こちらの皆さんお集まりいただきまして、まずこのジョン・マンデニムの再始動に関しての経緯を少しお話しさせてください。まずはですね、この2018年と2020年、2度にわたって数量限定で販売しました、ジョン・マンデニムですけれども、この度、2年ぶりに、再始動をしました。ジーンズファクトリーが創業40周年を記念して、発起人となり、ベルベルジーウェアハウス、土佐清水観光協会に、呼びかけたことで、4団体が 再集結し、新たに数量限定で、明日一斉予約販売いたします。こちらのジーンズファクトリー の創業40周年についてなんですけれども、まずはそのインター中津を創業とともに、ジーンズファクトリーをオープンしたのが始まりです。新たなチャレンジとして郊外の専門店舗の先駆けとなる、高知市内の店舗から1987年に、郊外路面店をオープンいたしました。そこからさらに、進化を続け、現在のジーンズファクトリーの原型ともなる、工場のような黒塗りで、シンプルな外観と天井が高く、美術館にも、ないような現代アートと融合した空間で、地域に根付いた店作りを目指してきました。現在では、ジーンズファクトリーとして中四国を中心に、11店舗を展開しております。今回はその40周年の、企画のこのこけら落としと、一応位置づけとして生まれたプロジェクトとなります。今回ですね、この40周年に関してジーンズファクトリーとお付き合いをいただいたこの3方に集まりいただきまして、少し西村さんの方からですね、ジーンズファクトリーとこの2方のつながりといいますか、エピソードなどあれば少しお話をしていただけたらなと思います。今から4年ぐらい前ですよね、ジョンマンプロジェクトが始まりまして、で、年末2017年年末11月ぐらいですよね、ウェアハウスさんと、会う機会がありまして、で、まあ、こういうプロジェクトがあると、で、まあ、藤原豊さんを、まあ、立てて、まあ、ジョンマンプロジェクトっていうのをやりましょうっていう形でちょっといただいた案件で、まあ、そこからのちょっとお付き合いになります。結構緊張され結構僕も緊張してるんであれですけどだいぶ深い付き合いですねだいぶ深い付き合いになってます。で、豊さんの方はそれ以来ですね、いろんなちょっと案件で僕もご一緒することがあって、はい、まあ、よく食事とかも一緒にさせていただいたり、ちょっと可愛がっていただいてて、まあ、ちょっと今回のそのジーンズファクトリーの40周年っていう形で、まあ、デニムっていうのをちょっと一つピックアップさせていただいたときに、まあ、お二人の顔が浮かんで、まあ、今回ちょっとそういう経緯をちょっと大きいプロジェクトとしてなんかジーンズファクトリーなんかできないかってことで今回ちょっと立ち上げさせていただいたっていう経緯ですね。はい、で、豊さんもご自身のデニム本、はい、そこにありますよね。このすいません、教養としてのデニムっていう本の中に
ジーンズファクトリーが序盤から出てきて、はい、でまあ、豊さんもとの、コーチのジーンズファクトリーをでデニムを買ったっていう、もちろん初めて買ったのがジーンズファクトリーなので、まあ、ですよね、はい、でちょっとそういうつながりもありながらなんかすごい近い関係でなんか入れるっていうのが、はい、僕らはすごいいい関係かなっていう形で、はい、思ってます。今日藤原さんはもう高知出身だと思いますので、はい、まあ、高知のこう思いっていうのは非常にあると思うんですけど、何かジーンズファクトリーに対しての思いみたいなのがございますか？もう本当にあのこの本にも書かせていただいたんですけど、まあ、本当に小学校5年生ぐらいですね、まあ、ちょっとファッションに若干興味を持ち始めた時に、まあ、いわゆる高知市内、まあ、あの帯屋町ですよね、帯屋町のアーケードにあった中津商店さん、まあ、ジーンズファクトリーですね、中津ですね、はい、で、まあ、初めてこうジーンズを買いに行って、まあ、その当時の店員さんがうまかったんですよね。あの母親から3000円渡されたんですけど、6800円の501ブラック、まあ、ブラックジーンズだったんですけどね、を初めて買ったっていうのが、はい、もちろんあの持ち帰ったら母親にすごい怒られたんですけど、はい、もうそのエピソードも書かせてもらってますけど、やはりあの初めて、ジーンズを買ったお店っていうのはもちろん印象的ですし、その後やっぱり中学生になって、まあ、あの僕もちょっとあの高知市内まで出てくるのに1時間ぐらいかかるので、まあ、友人たちと出てきていろんなお店回りながらジーンズファクトリーさんでは必ず、まあ、ちょっと当時はまだお金がそんなにあれだったんですけど、はい、お小遣いでまあジーンズ買ってっていうのはあの本当にもうそのまま高校3年生までは高知にいたんですけど、まあ、ずっと通わせてもらってましたね。多分高知にいても結構藤原豊っていう名前はいろんなところで聞く、まあそうですね、古着といえば、まあ、東京で結構名が上がっていってるよみたいなのは僕らアパレル業界ではすごい、まあ、聞いてた存在なんで、まあ、こうやって仕事できるのはすごい光栄ですね、はい、嬉しいですね。個人的なお付き合いの方は、あ、そうですね、いろいろさせていただいてるんでおかげさまで年代がまあちょっと近いっていうのが嬉しいところですね、まあ、ちょっとあの年は僕のが上だからこう先輩的な、2個上ですよね、はい、まあ、一番高校自分とかに怖い世代ですよね。あ、そうですそうです、知り合って、ね、あのお仕事的な藤木さんとはこう慶応同士なのになぜか僕はタメ語になるってい う, うこのちょっと変な関係性ですけどでもこうやって一緒にこう仕事をできるのはやっぱ嬉しい限りですね。ウェアハウスさんは もう、まあ、もちろんこのプロジェクトが4年前にそうですね、まあ、あの2018年から、3月からウェアハウスのデニムを入れさせていただいてて、まあ、その僕らも仕入れやる中でデニム の, その、まあ、本質というか、まあ、ものづくりの本質というのをやっぱり藤木さん通していろいろ教わることが多くて、なんか僕らでしたらいろいろ勉強になるあのお手本のようなデニムのお手本のようなあの方かなっていうふうに、だからよく藤木さんもよく食事行かれるんですけど、まあ、一緒にそういうデニムのことも話しながらこっちの方であんまり誘われてないけど、あ、そうですね、ちょっと藤井さんが嫌がる嘘ですけど藤井さんの方はジーンズファクトリーとの何かこう、はい、つながりの何かエピソード、そうですね、まあ、本当にご縁が今もそのジョンマンプロジェクトにつながったなというのは思うんですけど、もともとのきっかけというのは2018年、幕末150周年のタイミングで四国でもう四国中であの偉人のイベントみたいなものがこう、はい、いろんなところであって、で土佐清水氏が、ジョン万次郎を輩出した、生んだ町だということで、あのジョン万資料館の方から藤原さんの方に、ね、あのデニムを作りたいんですっていう話をあの受けられたのがきっかけなんですけど、でその時にまあもともと友人であったんですけど、最初ちょっとあんまり信じられなかったんですよ何のこと言ってるのかなっていう感じがあってでなんか説明が足りなかった、はい、もうすごい単語がいっぱい出てきたんですけど全然つながらなかったんですけど、落ち着いて聞いてみたらそういうことだと思って、ちょっと待てよ、土佐清水氏を巻き込むのかというところがあってでまずあの塩谷に相談をしたら快く受けようということになって、で兼ねてからお世話になってたインターナカさん、ジーンズファクトリーの竹下副社長に塩谷が相談をしたら、竹下さんのご出身がなんと土佐清水だったということもあって、はい、いろんなご縁が、招いたものというか生んだもので、でちょっとコロナがあってね、
あの2年ブランクがありましたけど、はい、まだ改めてこのジーンズファクトリーで第3弾をあのイベントとしてできるということが本当に嬉しいし、もうそれだけで十分なんか感無量だなというところですね。ありがとうございます。本当に嬉しいです。西村さんとはなんかやっぱり個人的なお付き合いもあるこのお二方なんですけど、はい、やはりいろいろとこう仕事以外でもいろんなこう個人的な思い、そうですね、まあ、いろいろちょっと教えていただく藤木さんであったり、まあ、あの話しやすい兄貴分の豊さんみたいな人と、まあ、一緒に仕事できるのは、まあ、個人的にはすごいありがたいですし、まあ、そういうプロジェクト、大きいプロジェクトを、まあ 3, まあ、あの3社でできるというのはすごい僕も嬉しい、うん、あの感無量です。本当によく東京来てますもんね。すごい、ほぼ毎週行ってるので、はい、この前もね、突然あの富ヶ谷でばったり会いましたもんね。あのビル街で曲がり曲がったマンション借りてんじゃないかなってびっくりしました、本当に。確かに表参道でばったりばったり、表参道でばったり、ね、結構よく会ってます。はい、確かにお仕事のお話に関して、まあ、特にこうヴィンテージのトップランナーで走られているお二方ですので、非常に勉強になること多いんですよね、お話ししてても。そうですね、僕らやっぱり新品扱ってますんで、はい、ヴィンテージのその奥深さとかっていうのは僕らでないものを、まあ、お二人ともお持ちなんで、まあ、そういう方ところでいくとすごい勉強になるというか。今回まあ第3弾のジーン、ジョーマンジーンの、少し変更点等々がございまして、まあ、そもそもこのジョーマンジーンについてっていうお話もですね、少しちょっと深くお話していただけたらなと思ってまして、一番そうですね、最初にお話が出たのがあの、まあ、ジーンズだったので、まあ、第1弾、今日実はあの自分も履いてるのが第1弾の時のやつなんですけれども、あのもともとやはりあのジョン万次郎さんの歴史背景が、まあ、1800年代という、まあ、時代背景なので、まあ、そこはあの自分の中でもやはりこの年代って実際僕も現物のジーンズとかリアルなそういうものってほとんどこう見れてはなかったといいますか、もちろんあのヴィンテージの世界ではあの雑誌も含め目にしたことはあったんですけれども、こういったものを作っていく上で、まあ、どこに相談するのが一番かというのの一番最初に浮かんだのがもうウェアハースさんだったので、まあ、この1800年代、まあ、いわゆるこのシンプルな作りだったりとかそういったものを、どういう形に、作り上げれるかっていうご相談から始まりました。なのでこの一番、最初に作らせてもらったジーンズ、これはもう、シルエット含め、はい、あのこういった、まあレザーパッチがセンターについてたりとか、あの後ろのバックルバックと言われる、ベルトはもう当然ついてますし、あとはこの時代はワンポケットと言われて、ポケットが後ろは通常一つの、なのでまあよく皆さん聞くのがファイブポケットって聞くと思うんですけど、昔はいわゆる4つのポケットからスタートしています。ただやはりこう現代のまあ使い勝手、これはもうシンプルに僕が使うのに携帯あの入れるし財布入れるし、それをどういう形か活かせないかなという中で、ちょうどあの当時ベルベル人の店舗の方に1898年のリーバイスのいわゆるミリタリーパンツですね、はい、ホワイト色のミリタリーにまあ当時リーバイスがこう支給してたパンツがありまして、そのポケットがちょっとディティール的にあの珍しいな、面白いなと思ったので、そのパンツを塩谷社長の方にあの僕が持っていかせていただいて、あのちょっと見てほしいですと、で塩谷社長と多分もう15分ぐらいこういろ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 ディティール見ながら話したら、もう何もこう言わないでもあうんの呼吸かのように、あ大丈夫、あ分かりました分かりました、でやっぱりこうなんかもうヴィンテージを見てきてる方ならではの、もうこういうディティールでこう収めたらいいんじゃないかっていうのがもうすぐにお話し合いでまとまりまして、こういったちょっと見えないポケットって言い方ですかね、はい、内側のすれき部分も通常は白なんですけど、もう同じデニムで作っていただいて、なのでちょっとこう遠くから離れたらいわゆるワンポケットに見えるけれども、実は隠れたポケットがついているという、まあ、いわゆるファイブポケットという形で、時代背景には本当はないディティールなんですけど、まあ、新たなディティールという形でこれは作らせていただきました。はい、あとはもう本当にこう1800年代当時のちょっとこう
縫い方とかですね、はい、まあ、当時そのままではないんですけれども今の技術でできる限りこう再現していただくという形で、ステッチなんかも、まあ、あの通常の今の現行のデニムなんかとは違う、一本縫いですかね、まあ、こういった形のいろいろ、まあ、1800年代当時の、まあ、あり得るであろうというディテールは混ぜ込みながら、あとは、まあ、ジョン万次郎さんが想像して作ったという、うん、はい、想定でまずはこのジーンズを作らせていただきました、はい、でまあ、第2弾がジャケットになるんですけど、はい、まあ、セットアップで第2弾の時は出させていただいたんですが今回この、まあ、ジーンズの方、一番最初に作らせていただいた時は、まあ、本当にあの古い、まあ、ボタン1800年代の近くボタンも僕は、僕も見たことがありましたし塩谷社長にも藤木さんにも相談したところあのこのボタンがいいんじゃないかっていう本当にシンプルなボタンを使わせていただいたんですけれども、はい、今回あのジーンズファクトリーさん40周年、はい、まあ、一緒にこうやらせてもらう上であの、まあ、もちろん2年のちょっと間も空いたということで、何か前回と違う形のものができないか、はい、ということで塩谷社長にお願いしたところもうジョンマンデニムという意味でボタンをもう正式名ですね、うん、ジョンマンデニムというきちんとしたボタンを製作しましょうと言っていただいてめちゃ高いんですよねっていう話もしたんですけどこのでもボタンのデザインあっという間に決まりましたよね。そうですね、すぐ決まっちゃう。ここがやっぱちょっとヴィンテージを見ている、はい、そうですね、あの上で一致するところが早いなというのが、はい、ちょっとやっぱり違和感を感じるのが1827というのはデニムの歴史には出てこないぐらい古いんですよね、うん、はい、1827年が、万次郎さんの生まれ年でして、うん、で坂本龍馬が1836年なんで、はい、9つ年上なんですよね、うんうん、で27年に生まれてってことなんでジーンズにはかなりあの古い時代になるんですけど、うん、なんかね1月1日っていう誕生日なんで、まあ、縁起もいいのかなというのもあって、はいはい、うん、でちなみに坂本龍馬は1月4日らしい、あ、3日らしいんです。おお、近いですね、はい、うちの娘1月4日なんです。ああ、そういう子どうでもいいかないやいやそれが言いたかっただけそれが言いたい、いや、すごい深いところから掘ってくるのかなって思ったんですけどオチがそこなんですか。そうなんです。1827っていうのはちょっとやっぱり違和感あって1872になんか思ってしまうんですけど、まあそうですね、それもなんかジョン・マンデリムの一つの特徴かなっていうのはありますね、はい、うん、はい、あと鉄製なんでどんどんこう変色していく、はい、鈍くなっていく感じが、うん、やっぱりいいかなと思いますね。もともと一番最初、まあ、ディティールは先ほど伝えた通りなんですけどあのステッチの色にも、うん、最終的にはあの一番最初が、オレンジ、うん、そうです、はい、はい、まあ、基本的に僕も1800年代、まあ、1900年初頭もそうですけど、うん、大体もともとのステッチの色っていわゆる見た目でいうとオレンジ色が多いので一番最初のデニムはオレンジ色で作らせていただいたんですけれども、うん、まあ、第2代、2代の時あのセットアップになる段階で、はい、まあ、前回と違う少しこうあの違いを出そうということで第2弾はあのステッチの色は黄色で、はいはい、オールイエローステッチという形でセットアップで作らせていただきました、はい、そして今回第3弾という形でもちろんまた前回と違う形、まあ、ボタンも新しく作っていただいたりそういうのも含めて今回もまたセットアップできちんと着れるように今回は一番最初の時と同じ全部オレンジステッチで、はいはい、仕上げていただきました。なので、まあ、前回の、セットアップでご購入いただいた方も僕のお店の方にもなんかセットアップでたまに着てきてくださるお客様もいるんですけど、はいはいはい、わ、いい色ですねって会話をして、はい、こういう色落ちで揃ってますっていうのを伝えに来てくださるんですけど僕はまだ全然ちょっと色が僕は落ちてないんですけど、はい、今回またやっぱり同じセットアップ、もちろんヴィンテージのデニムをセットアップで揃えるのってなかなか難しいので、うん、こういった形でやっぱりステッチの色も同じ配色で、まあ、育てるという意味で色落ちを楽しんでっていただければなっていうのは思います、はい、ジャケットに関しては続けてください。基本的にディティール箇所は、はい、前回と、まあ、ほぼほぼ同じ、うんうん、はい、あとはでもサイズレンジが、いわゆる
大きいサイズ、まあ、自分ももうあの本当に最近あのティーバッグ藤原って言われるぐらい、あのこのティーバッグのディティールに関してはあのもちろんこの最初の段階から前回の時にあの使わせていただいて、今回サイズが44、一番上のサイズ、あ前回は42番でだったんですよね、はいはい、その44というサイズ感まで作らせていただいたので、結構僕のお客様でもやっぱりもう一個上ないんですかって言われたこともありましたので、まああのやはりヴィンテージのティーバッグも46以上のサイズ、まあこの作りに関しては少し大きめなので44のサイズ感でも実際46ぐらいのサイズ感あるんだと思います、あのあります。なのでちょっとゆったり着たい方は44を選ばれてもいいんじゃないかなと。あとは今回ですね、このジャケットに関してはあのこだわった部分で、それこそ1800年代、まあ、まだブラウスと言われている時代に使っていたボタンって、皆さんもやはりどうしてもジージャン一般的に見ると通常の大きいボタンだと思うんですけど、はい、昔のボタンというのは小さいボタンを使ってました。単純にあのボタンフライの下のボタンですね、はい、下のボタン、小さいボタンが使われてて、それが1930年代に入って大きいボタンに変わったと。それがもう今時代的には主流ですけれども、やはり1800年代のディテールを入れたかったので、この小さいボタンというのは、使用させていただいてます。その中で今回は前回のと少し違う部分では、ちょっとこうザラザラしたっていうんですかね、ブルズアイですね、はい、ブルズアイという言い方で、はい、もう僕が着てるのは結構つるっとした、はい、まあ、結構綺麗には見えるんですけどね、どちらかというと今回の方が味があるような、はい、まあ、ブルズアイってこうちょっとひし形の、うん、まあ、目のようなっていう言い方なんですけど、そういった形で前回のボタンとは違いが、で今回こっちも鉄なんですよね、はいはい、だからちょっとこう前回のよりこう通常進化するような言い方かもしれないですけど、はい、あえて古いところをちょっと狙ったかのようにちょっとこう着込んでいって、ちょっとこうサビが出てきたり、そういった変化もあり得るかなと。あとは今回ちょっとバックルですね、はい、パンツの方もですよね、うん、あの前回の仕様、今までの仕様と、まあ、ジーンズの方も違うんですけれども、本当ウェアさんの方に、もっと古いのとかないんですか、まあ、古いのって言い方変ですけれども、はい、まあ、古い作りの、まあ、パーツですね、そういった形の、まあ、相談をさせていただいた上で、今回ちょっとこの仕様のはどうかなと。僕は基本的にもう塩谷社長にから言われたことはもう そのまんま、あもうこれで間違いないですってすぐ答えるんですけど、やはりもう僕以上にやっぱりこういった古いもののディティール、まあ、パーツなどをやはりすごい見られていると思うので、こういったパーツ部分が今の現代どういうふうに作られているかっていうのはちょっと僕の方がそこまで勉強不足なので、逆にこうちょっと、ウェアハウスさんの方から提案していただく形で、ここはもう、あこれはまさにこちら今回こういう形に変更したらよりちょっといいものができるんじゃないかっていうので、新しくちょっとさせていただきました。デニムの生地とかは基本的にもうずっと同じですけども、はいはい、このやっぱりザラザラした、はい、もう最初はもちろん硬い、まあ、ワンウォッシュの状態で提供させていただいているので、ここから、まあ、自分なんかはのり付けをして自分で落とすとか、まあ、提案はいろいろとあるんですけれども、本当にこういい色落ちに自分の色で育てていっていただければなと。藤木さんこれ何年ですね、2019年の、はい、最終サンプルを着させてもらってるんで、もう1年半ぐらい、1年半で結構やっぱりそのオンスもそこまでヘビーではないので、はい、馴染んでくるともうカーディガン風に着れるんですよね。だからかなり自宅で着たり、ちょっとやっぱり事務所でこう羽織るように着たりとかする機会が多くて、すごい、まあ、シルエットもゆったりしてるから着やすいんで、気がつけば色が落ちてる感じですよね。これ着て寝てたりはしないですか？さすがにもう今はやっぱ家族に家族に家族にただまあかなり着ました、うん、でさっきも藤原さんもおっしゃいましたけど、リーバイスのねヴィンテージのジージャンというのは、はい、色落ちをヴィンテージにこう寄せていくというか、色落ちを、まあ、ああいう風になったらいいなみたいな気持ちで着込むんですけど、なんかねこれは新しい発見があるんですよね。着込むとやっぱり、うん、その
隠されてるギミックが出てくるので、はい、例えばもうこことだったら当たりがすごく出てきて、ね、あのしっかり周りにこう当たりが出てきてポケットがあることが分かるとか、後ろの T だったりする部分もしっかり出てくる感じもあるので、まあ、なんか洗うたびにすごい楽しみながらというか、うん、あの新しい発見をさせてもらいながら来てるんで、そういう意味でもあのいろんな着方が、ね、あると思うんですけど、はい、もうガンガン洗う人もあの色落ち見ることができるし、洗わずに着る人も、まあ、シワをこういっぱい入れながら、うん、あの着ることができるし、はい、なんかやっぱすごくそこはあのヴィンテージにないんですけど、その時代に遡ったみたいなものの、はい、あの色落ちっていうのが再発見できるのかなっていうのは思いました、はい、うん、パンツもあの藤原さんの友人の方に履き込んでもらったやつ、これはファーストモデルですけど、はい、これがね、ここの部分がすごく顕著に出てきていると思うんですよね。こういうのはもうジョンマンのデザインならではですよね。僕の親友が、これはあの約1年ちょっとですかね、あの本当にリアルに履いて、うん、あのもうちょっととりあえず破けるぐらいまで履いてくれっていうので、あの仕事からちょっとこう毎日、履ける仕事をしている友人なので、あの本当に1年間まるまる毎日履いてもらって、うんうん、まあ、こういった色落ちに仕上がった。で前回の時にあれですよね、うん、ちょっと色落ち選手権じゃないですけど、あ、そうです、はい、皆さん最初に買っていただいたジョンマンデニムを投稿してください、はい、インスタグラム等で、今の現状どういう色落ちになったかっていうのをこう投稿してくださいっていう、はい、お話をして、結構すごい色落ちの方とか、ね、はい、なんかまた今ねやっていただいたらまた違う色になっているでしょうから、はい、そうですね、また投稿していただけたら嬉しいですね、はい、それは、まあ、自分もそうですけど、ヴィンテージも含めこのやっぱ色の濃さ、うん、これはまあやっぱりこう自分で履き込んで色落ちをやっぱ楽しんでいただくっていうのが、まあデニムの一番の醍醐味だと思うので、まあ、今回このまたワンウォッシュのセットアップ、ちょうど今回受注受けさせていただいて、来年ですかね、はい、来年にこう皆さんまたこう楽しんでいただければなっていうのが、はい、ちなみに藤原さんのそのジャケットのサイズは、僕のがこれ着てるのが42ですね、はい、42ですか、はい、割と緩い感じですね。そうですね、自分が、まあ、持ってるあのティーバッグの G ジャンが、46のヴィンテージを持ってるんですけど、はい、あのものすごい縮み方をしてて、はい、実際が実寸が42ぐらいしかない、まあ、ちょっとそのサイズ感っていうのを、まあ、当時あの持ち込ませていただいて、はい、このぐらいのサイズ感であの作っていただきたいですっていうので、まあ、サイズレンジはこう上のサイズはあのこのサイズでしてもらったんですけど、まあ、ちょっと今回あのなんか何人か僕のお客様で、はい、このサイズが着れませんってお客様が、もちろん欲しいんですけど、はい、ちょっと小さいって方がいらっしゃったので、はい、まあ、それは逆に僕も藤木さんの方に相談させていただいて、はい、もう一発大きいのいけませんかっていう、はい、それでまあ今回44、ちょっと44めちゃめちゃ売れるんじゃないかなってちょっと今でも全体的にはやっぱりそっちに、まだ、はい、大きいサイズ感が、うん、あるので、こうやっぱり自分でも着ててトップボタンまで締めれるっていう、うん、はい、締めて着るっていう着方なんかもやっぱり今ファッション的にもまだ全然、はい、まあ、かっこいいなって思いますし、はい、まあ、そういうサイズ感の中ではちょっと大きいサイズっていうのはやっぱりまだまだ需要があるのかなっていうのは、はい、ちなみに藤木さんのサイズは、はいはい、僕は40で着てます、はいはい、ある程度やっぱジャストメインスキルですね、はい、はい、40で着てます。この脇の下にこう縦に入るシワが独特なんですよね。袖の、あの付け方が直線なんで、はいはい、やっぱここに生地が余って、はい、でこれでこう当たっていく感じがちょっとなかなかないですよね。そうですね、他の人にはね。あとはちょっとこう、あのこれはちょっと2人に言えるんですけど、はい、多分これを前回作った時よりお互いちょっとあの体重がこう上がってしまって、なんかあれ、あれ、あの当時よりちょっとこう、髪の毛もだいぶ色が変わってるとだいぶ2年しか経ってないんですけど、はい、だいぶエイジングしてしまってる感じはあるんで、まあ、それでこうちょっといい感じの色落ちをされたんじゃないかなって気が、さらにエイジングを高めていく、高めていく、はい、より自分がジャストになっていくっていう、もうちょっと僕も緩かった気がしたんですけど、はい、だからまあワンサイズアップをおすすめしますっていう、はい、
回割とサイズの幅はありますので、はい、いろいろとこう選んでいただけれるような状況かなとは思っております、はい、そしたらですね、今後のまあこと予定としましては、もちろん明日から、ジョンマン第3弾がですね、ジョンマンデニムのプロジェクト第3弾が明日から予約販売されるんですけれども、まあ、先ほど来少しちょっと質問コメントとかでもあったんですけど、そのジョン万次郎ですね、はい、やはり日本を代表する偉人なんですけれども、はい、ジョン万次郎についてこの、まあ、このここからいわゆるこのデニムへの、その連想といいますか、うん、そういったものに関してなんですけど、藤木さんの方で少し簡単にですね、はい、このジョン万次郎イコールジーンズデニムっていうところを少しお話ししていただいてよろしいですか、はいはい、すでに諸先輩いらっしゃるんで、ジョン万次郎を私ごときが語るのは本当にはばかられるんですけど、はい、まあ、一つ言えることは2018年のその土佐清水とのご縁があって、はい、でね、はい、ジョン万次郎館にも行かせていただいて、はい、いろいろ資料を見せていただいて いただく中で、はい、万次郎さんのその功績が、はい、もうここまですごいものなのかということと、まあ、奇跡の男だなという部分と、本当知れば知るほどいろいろこう分かってきてまして、はい、で先ほども社長の方から、NHK の大河にね、はい、ぜひっていう話はいつもあるんだって話をおっしゃってましたけど、確かに本当にその通りで、はい、まあ、壮大すぎてす、ね、なかなかちょっとこうまとめにくい部分はあるのかもしれませんけど、はいはい、その鎖国の時代にまず、遭難して、白人に助けられて、でハワイを経て、アメリカに行って、はい、でアメリカで10年過ごして、はい、でしかもほとんど日本人がいない東海岸のニューベッドフォードというエリアに行って、で10年、まあ、勉強をさせていただいて、で生還したという、そう帰ってくること自体もすごいことだと思うんですけど、ね、その時代にありえないですね、はい、でその中で、まあ、僕たちやっぱジーンズ好きというかジーンズを仕事とさせていただいている立場としては、ゴールドラッシュを経験したということがもうすごくやっぱりトピックなんですよね。でゴールドラッシュってジーンズのなんかこう延長線上というか、ジーンズのオリジンみたいな話しますけど、実際ジーンズって1870年代にね実際に生まれたという話なんで、1849年に起こった 49ers といわれるそのゴールドラッシュの頃には全然ジーンズでまだなかった。いわゆるその皆さんは、気の身気のままスーツみたいな格好で採掘に行ったっていうことが言われてて、当時はまだハンプとかデニムっていうのは資材でしかなかったんで、もう本当に皆さんのスーツと同じような格好で採掘してたんですけど、やっぱり動きにくくて非常に破れやすかったり、乾きにくかったりしていく中で、まあ、コットンっていう素材がどんどんワークウェアとして進化していくっていう流れがあるんですけど、だからおそらく万次郎さんはその頃もちろんデニムっていうものは着てないし、東海岸で買った衣料をそのまま持ってって、採掘したはずなんですよね。で約1年、採掘をして600ドルを、持ってハワイまで帰る、はい、でそこから、自分たちで琉球まで帰るんですけど、そこまでのその流れの中に、ハワイでおそらく手に入れたんじゃないかっていう話が青いデニム、ブルーデニムなんですよね。でそのデニムを持って日本に帰るんですけど、はい、当時、琉球に帰った時に、薩摩藩が、統治していて、はい、でその薩摩藩の島津成明が、まあ、アメリカ その国力とか情報をすごく知りたかったから、はい、まあ、かなり尋問めいたことをしてかなり時間をかけて、うん、万次郎から その知識を得た、情報を得た、でまあ、多分帰ったところもすごくタイミングよ場所が良かったのかなと思いますし、でその流れで、1年ぐらいはおそらく長く牢獄の方にいたんでしょうけど、その後に、自分が経験してきたことを一冊の本にまとめた川田昌龍さんが書いた、氷村奇略というものを後々にその工学の土佐の偉人たちが勉強をして、はい、まあ、開国、明治維新に至ったっていう話があるん でじゃあデニムとどうつながってくるのって話になってくると思うんですけど、はいはい、まず日本に帰るときにデニムを持って帰ったというのは事実として文献にあるんで、僕が勝手な想像じゃないんですけど、はいはいはい、でその後に1860年に、今度アメリカに行くんですけど、国の代表として行くんですよ、はい、
でそれは勝海舟と福沢諭吉も乗ってた、日米修好通商条約の批准書交換というのでアメリカに、通訳として渡るんですね。でその時に当時家庭用ミシンがサンフランシスコで大流通してて、でそのお土産に、ウェブスターの辞書とミシンを持って帰ったっていう話が言われてまして、でそれが1860年代なんで、その後に、日本で万次郎さんが唯一のデニムとミシンを持っている存在っていう部分の中で、まあアメリカで過ごしたそのゴールドラッシュを経験した時に、あの時にこのデニムがあったらもうちょっと採掘もはかどったろうねと思いながら、当時、ヤコブ・デイビスの1873 1872ですか、2位の、特許のデニムを見て、まあおそらく独自のルートで新聞なんかもニュースペーパーなんかも仕入れただろうというところもあって、はい、でその流れでその新聞を見て見よう見まねで想像でワークウェアを作ったっていうストーリーは、そこから先は、こうだったらいいのにっていう夢のある部分っていう形なんですけどね、はいはい、けどこれだけお話聞いてもすごくやはりそのストーリーがかなりありますよね、はい、そうですね、大河ドラマになってもおかしくはないですよね、うん、そうですね、はい、結構やっぱりすごく個人的に思うのは、はい、あんまり前に出られなかった出ない方だったのかなと思うんですよね、うん、すごくそこは前に出れそうの前にして言うのかないわゆるその、官人丸に乗ってサンフランシスコに行った時も、はい、福沢諭吉だったり木村摂津守だったり勝海舟の写真はあるんですよ、うん、はい、でも万次郎さんの写真はないんですよ、そうですね、そこで撮られた、ね、だから本当に裏方だったんだっていう部分もあると思うんで、そこもすごく素敵だし、なんか常になんか自分は村方で開国に向けての力になったみたいなところはありますから、だからそういう意味でいろんな 書物に出てくるんですけど、すごくまあ軽く触れてるようなところしかないみたいなものがあって、そうですね、はい、そういう意味でもすごく魅力的な方だったんだろうなと思いますね。もっともっともっと世の中に知ってほしいですよ。でもやはりそういった意味ではこのジョン万次郎のこの何でしょう、こう広めるこの役割として、このデニムのプロジェクトがやはりこの4年前にあったっていうのは非常にやはりきっかけにはなったかなということですかね、はい、だからそこは本当に思いますね。ジョン万次郎ジーンズっていう部分で考えたときに、あと一つのピースでやっぱりジーンズファクトリー、ありがとうございます、はい、そこはもう四国高知っていうところの中 で、はい、でさっきも先ほども竹さんにお話聞いてたんですけど、1980年代リーバイスの501仕入れた時に、はい、ほとんど耳ついてたんですって。まあ、残ってたやつがいっぱいあったってことですね。そう、それがもう1000本ぐらいあって、だから竹さんたちの世代ってやっぱりヴィンテージっていうものに対しての感覚が僕らと全然やっぱ違うじゃないですか。そうですね、いわゆるそのデイリーウェアとしてベーシックウェアとしてあった時代なんで、はい、そう考えるとおそらく四国でね、一番ファイブポケット一番そのジーンズをたくさんご紹介、ご案内されているお店だと思いますから、はい、そういう意味でもやっぱりジョン・マン・デニムに関しては、うん、万次郎さんも喜んでると思いますよ。はい、いやもう絶対に間違いなく高知県発信をしないとっていうのは、僕的にもやっぱり絶対的にそこはっていうので、藤木さんにもジーンズファクトリーさんに口説けませんかっていう、まあ言い方を当時したと思うんですけどできたらジーンズファクトリーさんに行きたいんですけどっていう話で、はい、こういう形で結びつけたのは本当に良かったなっ